発射不能の銃像。国際連合本部ビル前銃規制は、銃の所持、携帯、使用、販売などを制限、禁止したり条件を課したりする法令や政策を言う。軍や警察にも、銃の取り扱いに関する規則、規制があるが、一般には、民間人の銃に対するものを指すことが多い。本項目ではもっぱら民間人の銃に対する規制について解説する。 近世16世紀の鉄砲伝来以降、日本では、ひなわ銃型の鉄砲が量産された。戦国時代末期には50万丁以上が国内に存在していたとも言われ、当時の世界最大の銃保有国とされる。全国規模の銃規制は、一機に対する予防措置として、豊臣秀吉が実施した刀流りに始まる。 天正16年に全国規模で命じた刀刈り令は、百姓身分が刀、槍、弓、鉄砲その他武具の類を所持することを禁止するものであった。それまで日本は戦国時代であり、農民であっても戦に参加するのも珍しくなく、武士以外の者も,も公然と武具を所有していた。しかし、刀刈りによって武士以外の者が武装することは禁じられ、 武士とそれ以外の身分が、はっきりと固定されるようになった。なお、この時の刀狩りでは、ある程度鉄砲が没収されたが、実際には、かなりの量が没収されずに残ったようである。江戸時代初期の幕府は、争いに鉄砲を含めた武器を持ち出すのを禁止しつつ、長獣に対して用いる鉄砲については、所持と使用を認めていた。徳川綱吉の時代。 上京4年の諸国鉄砲改めにより、全国規模の銃規制がかけられた。武士以外の身分の鉄砲は、漁師鉄砲、脅し鉄砲、用人鉄砲に限り、所持者以外に使わせないという条件で認められ、残りは没収された。この政策は綱吉による一連の勝利やれみの、例の一環という意味も持ち、当初は長獣を追い払うために実弾を用いては、 ならないとするものだった。それでは追い払う効果が得られず、元禄2年6月には、実弾発射が許された。諸藩は、幕府の指令に従って鉄砲を没収あるいは許可し、その数を幕府に報告するよう求められたが、綱吉の死と共に、幕府の熱意は、薄れ、報告義務はなくなった。とはいえ重騰性そのものがなくなったわけではなく、幕府、諸藩に許可された。 鉄砲以外は禁止するという制度が境外化しつつも、幕末まで続いた。諸国鉄砲改めの時もその後も、同一地域内でも村によりかなりのばらつきがあるものの、領内の百姓所持の鉄砲数が、武士の鉄砲数をはるかに上回るような藩が多く、あった。それでも、 民衆層は鉄砲を相当に用いることを自制し、例えば百姓一揆や打ち壊しに鉄砲を持ち出すことはなかった。幕末には対外防衛の必要から規制が緩和され、広島藩など一部の藩では大量の鉄砲の存在が確認された。この増加が緩和による鉄砲数の実際の増加なのか、隠し持っていた鉄砲の健在化なのかについてはなお、議論がある。 近代明治以降、1945年までの銃規制は規制をかけつつ原則として容認する点で幕末と変わらなかった。明治政府は1872年に銃の所持を許可制とする銃砲取締り規則を制定した。別に1884年制定の火薬取締り規則があり、これと銃砲取締り規則を統合して、 1899年に、重砲火薬類取締法を制定した。重砲火薬類取締法には1910年に大きな改正があった。郵便提送人が持つ拳銃は1873年に、所持が許され、1887年現金、書き留め配達需要が増したため、郵便物保護銃規則に定められた。重砲火薬類取締法は、 銃砲を軍用と非軍用に分けた。軍用の銃砲とは、日本軍で原に用いているか、それに匹敵する性能を持つものである。例えば距離1000メートルで命中した時に、殺傷能力を持つ銃は、軍隊になくとも軍用銃の扱いとなった。また、性能が劣っていても軍が用いているなら、軍用銃砲となった。非軍用銃砲は、軍で用いるには、 性能が劣る銃砲で陸軍から払い下げられて領銃とされた旧式の銃がその典型である。軍用銃砲についてはその譲り渡しと譲り受けの両方について警察官署の許可が必要だが非軍用銃砲は許可なしに取得、譲渡できた。所持には規制がない。軍部では収益事業の一環として旧式化した。 村田銃の一部を散弾銃に改造し民間に払い下げたことで、ひなわ銃を使っていたマタギや毒矢を使うアイヌにも強力な銃器が広まった。軍人は非番であっても護身用として、拳銃や担当を所持することが許されていた。別に、1910年制定の銃砲火薬類、取締法施行規則の第39条と第40条によって、軍用、 非軍用に関わらず容易に隠し持てる形と大きさの武器を拳銃、単銃、仕込み銃、仕込み刀剣その他の変装武器としてまとめ、さらに厳しい規制をかけた。仕込み刀剣が含まれるように隠し持てる武器が規制対象である。これらは所持、授受、運搬、携帯が許可制であった。警察官所は安寧秩序の維持に問題があると考えれば意に、 不許可にすることができたが、基本は許可するものなので、ご信用の拳銃所持、携帯は普通に認められた。例外として、陸軍軍人が清掃用に持つ拳銃と郵便堤送人が壁地で、郵便物保護のために持つ拳銃は、職務のためとして許可が不要とされた。現代1945年には敗戦の混乱の中で、急に本軍から盗まれた。 軍用銃が大量に出回った。1946年6月15日施行のポツダム緊急直令、銃砲等所持禁止令によって、狩猟用等を除き民間の銃の所持は禁止されることになった。1950年11月30日にポツダム政令、銃砲等権類等所持取締令が施行。1958年に、 重砲刀剣類等所持取締法が制定され、1965年の改正で正式名称を重砲刀剣類所持等取締法と改められ、その後も改正を受けて現在に至っている。軍用銃所持が沈静化して、以降は不法な銃の所持は暴力団や一部の市民の改造拳銃や輸入拳銃が中心となった。現在まで日本の政党や 政治家に銃規制に反対する者はほとんどいなかった。ルネサンス、佐世保産団銃乱射事件の影響でさらに規制が強化されたが規制が厳しすぎてハンターの新規参入が困難になっていることから規制を緩和する要望が領友会などから出されているがあくまで狩猟用であり五神用の銃規制を緩和する動きは見られない。現在の日本における 銃規制は主に銃法刀剣類所持等、取締法を根拠とする。同法は、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属製弾丸を発射する機能を、有する創薬銃法及び、空気銃を銃法と定義し、法令に基づき職務のため所持する場合などを除き、原則として、所持を禁止している。これは、世界的にも厳しい規制であり、 日本の殺人事件において銃器によるものの割合は全体の3.5%と世界で2番目に低い数値となっている。また日本では狩猟や射撃競技の認知度が低く国民が銃器を所持している割合は0.3%程度と世界で最も低い。このような厳しい所持規制や銃器を使用した犯罪が少ないことからモデルガンや エアソフトガンなどの流通には寛容であり、日本独自の遊戯銃文化が発展した。ただし、遊戯銃の内金属製、モデルガンについては、これらを用いた犯罪の多発により、1971年に外観規制、1977年に構造、流通規制が施行されており、エアソフトガンについても、障害、器物損壊事件の増加により、 2006年に威力規制が施行されている。これらの規制以外に、重刀法の直接の改正には至らなかったものの、1986年に国際産業が発売した M29、パワーアップマグナム、1994年にアサヒファイアーアームズが発売した、M40、2008年に田中ワークスが発売した、 カッシオペアシリーズが新生銃に当たるとの鑑定結果を受けて販売禁止、回収が命じられている。成功な遊戯銃が流通する一方で、かつてはその技術水準の高さから、世界の銃器メーカーの OEM 供給元として大きな評価を得ていた国内の拳銃、ライフル、散弾銃、空気銃メーカーは、 銃刀法の規制が強化されていった1980年代以降徐々に、淘汰が進んでいき、2010年代現在は事実上、各重種ごとに一社ずつしか存在しないという、民間産業としては、死滅に近い状態に至っている。銃の所持許可は、各都道府県の公安委員会が管轄しているが、許可にあたっての審査基準や、試験の難易度は、全国一定ではなく、 都道府県ごとに、ばらつきがあるとされる。過去に銃器を用いた事件が発生した、都道府県ほど、所持許可の新規取得が難しいと言われており、三菱銀行人質事件が発生した大阪府、歴代市長が2度にわたって銃撃された長崎県、カービン銃での立てこもり、事案が発生した静岡県におけるライフル銃の所持、浅間山荘事件が発生した長野県、 少年ライフル魔事件が発生した東京都などでは審査基準が厳しいとされている。逆に狩猟が盛んで熊対策が求められる。東北地方では狩猟を目的として猟友会にところ属すれば前述の地域より有利とされる。所持が許可されるライフルの形態等には制限があり、ピストルグリップがストックから独立している軍用型ライフルの所持は認められていない。 日本でも M16 の民間向けモデルである AR-15 スポーターの所持が可能だが、合計 6mm 以上及びサムホールストックに回収することが条件となっている。また、軍用ライフルで重工付近に設けられていることが多い着剣装置については、重剣の所持規制の関係から破壊、除去する必要があるとされているほか、 重刀法上明確な言及はないが、法は M300 やスタームルバーミ24、イズマッシュサイガセミオートライフルなど、30カービン弾など、箱断層を用いて装填するタイプのライフルは、箱断層を海外で販売されている横断数のものに交換するなどの違法改造が容易なため、新規の所持許可や上渡許可が下りにくいとされている。このように、 銃の所持許可を取得するための条件が厳しいため、近年は、狩猟人口やクレイ射撃競技人口自体が、減少傾向にあり、鹿や、イノシシなどの個体数が増加し、農作物の食害や、自然の山林が破壊される事例が増えていることから、銃所持の条件を緩和する案が何度か出されている。射撃競技でも、18歳以下のライフル射撃競技者が、 自ら銃を所持する場合は、自宅保管が行えず、ピストル競技に至っては、競技人口が、エアピストルは18歳以上の500人以下、創薬ピストルは50人以下に、制限されており、競技人口の伸び代が期待できない状況に、置かれている。自動小銃等の軍、公安機関向け銃器は、法和工業が製造しているが、海外への輸出が制限されていることから、 納入先は国内の警察、海上保安庁、自衛隊等にとどまり量産効果が発揮されず、89、式 5.56mm 小銃のように調達価格が高止まりしている例が多い。2013年11月、日本船舶に小銃などで武装した民間警備員の乗船を認める海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法が 成立した。アデン湾などの海賊多発海域に限るが、日本において民間人の防衛目的での銃武装を認める、初めての法律である。不法に銃器を製造する事件が何度か発生しており、オウム心理教の自動小銃密造事件をはじめ、2014年には 3D プリンター銃製造事件が発生している。また丸山ゴンザレスが2017年に、 フィリピンのセブ島にある銃の密造工場を取材したところフレームは日本で製造したものを輸入しているとの証言を役座に雇われたフィリピン人職人より得ているマラッカ海峡で海賊撃退の訓練を受けるアメリカ商船の船員中国での所持は厳しく規制されているがネット上に設計図や操作マニュアルが流出していることや国内に製造設備があるため 不法に製造された銃器が黒社会の間で取引されている。韓国ではショットガン、ライフル、拳銃とも許可を取れば入手できるが、銃器を警察署に常時預けておき、射撃のために使用するごとに警察署から借り出し、使用後は再び返却しなければならない。銃器による事件が増えたことを契機に、さらに銃規制の強化が検討されている。台湾では、 規制が厳しく所持は容易ではない。領銃は台湾原住民の文化伝承としても許可されるが、届け出制のため不法所持は少ないという。しかし台湾黒社会では密輸した銃器やエアソフトガンを違法に改造した銃器が流通しており、問題となっている。インドでは自衛目的での所持も許可されるため、2016年末の時点で、 約340万人が許可を受けている。パキスタンでは、銃器の不法所持は7年以下の公金もしくは罰金、または、量刑の陛下となり、また模造品の弾丸など紛らわしいものを所持していると、航空機への搭乗拒否や逮捕につながることもあるなど、厳しく取り締まられている。しかし、ペシャーワル郊外などには、銃器の密造を産業化しているため、誰でも、 格安で入手できることから都市部では銃を使った強盗が多発している。また土産として購入した観光客が逮捕される事件も発生している。密造された銃器は南アジアをはじめ各地のテロリストの手に渡っていることから当局が取り締まりを強化した結果密造は減少しつつある。マラッカ海峡の海賊や反政府ゲリラが不正に入手した銃器で 武装しているため、付近を航行する外国商船の船員も自衛用として銃器を所持していた。シンガポールでは競技用の許可は降りるが、競技人口は少ないという。アームスオフェンセズワクトで規定された銃器を含む武器を使用した犯罪には無知打ち刑や死刑などが課される。マレーシアでは自衛用として一般人の所持が許可されているが、厳格な審査がある。 フィリピンでは規制が緩く、セブ島などの観光地に銃器の密造を行う工場があるなど政府が把握できない銃が流通しており、各地で銃犯罪が多発している。また、観光客向けの射撃場も多数ある。インドネシアでは銃器爆発物法により原則所持が規定されているが、市内では安価で購入できることから銃犯罪が多発している。 移民の開始から、銃による自衛は当然であり、西部開拓時代には、銀行強盗や列車強盗、先住民族との交渉が頻発したことで、自分の身は自分で守るという伝統が根付き、銃規制にも影響を与えている。また、州の独立性が強いことから、規制範囲に、州差があり、フルオートの銃器が許可されている州から、所持が、 難しい州まで様々である。カナダでは、狩猟が盛んであるため需要が多く、ハンドガンやライフルは許可制となっている。銃規制の根拠法は、連邦法で、規制内容は、全国共通であり、アメリカのような州ごとの法差がない。所有できる銃は、ノン、リストリクテッドウェポン、リストリクテッド、プロヒビテッドの3種類に、カテゴリー分けされている。 ノンリストリクテッドには狩猟用ライフル銃、ショットガン等が該当し、リストリクテッドには、拳銃と一部のアサルトライフル系、セミオート銃、プロヒビテッドには以前許可されていたが、その後所持が禁止された、セミオートライフルや拳銃が含まれる。プロヒビテッドであっても、所有者がその銃を購入した時点で合法であり、その後法改正で所持が禁止された場合は、所持可能であるが、 売買できるのは、同じ銃を所有している者に対してのみとなる。フルオートで、発射可能な銃の所持は認められておらず、重心が1 0 5ト、mm、ル以下の拳銃、サイレンサー等も違法である。銃を所有するにはパルが必要で、規定の講習を受けテストに合格する必要がある。リストリクテッドカテゴリーの銃を所有するにはさらに、リストリクテッドウェポンコースの受講とテスト合格が、 必要になる。1998年に施行された法案 C-68 により、すべての銃について政府への登録義務があることとされたが、予想以上の登録、管理コストの増大が問題となり、保守党政権となった2006年以降、登録をしなくとも罰則規定を執行しない、恩赦状態となっている。特に狩猟用ライフル。 ショットガンの登録義務については廃案へ向けた運動もあるが、2011年現在廃案とはなっていない。銃の携帯については一般には認められておらず、銃を携帯できるのは、警察、軍、司法関係と、現金輸送を行う民間業者など、非常に限られている。すべての拳銃は、リストリクテッドカテゴリーとなり、登録した保管場所と射撃練習を行う。 射撃場間のみの輸送が認められ、それ以外に運ぶ場合は例えば拳銃射撃大会への参加証明書等がない場合は違法となる。また通常射撃訓練を行う認可された射撃場名と住所の入ったトランスポートパーミットが銃の登録証とは別に必要である。ノン・リストリクテッドカテゴリーのライフルやショットガンは弾を装填しない状態で、 トランク等に入れ運ぶことは許可されている。拳銃はマガジン相談数10発まで、ライフル銃は5発までとなっている。拳銃の中で25と32口径は所持禁止の口径となっているが、これはサタデーナイトスペシャルの多くがこの光景であるためである。国際競技のセンターファイアーピストルで使われる銃も多くがこの光景であるが、主な競技拳銃については、 所持が許可されている。セミオートのライフルに関しては1989年のモントリオール理工科大学虐殺事件でミニ14が使われたことで規制が強化された。またこの事件を機に発砲行為に対する警察の対応も改められた。後に同村カレッジ銃乱射事件において犠牲者を減らす努力につながったとされている。銃規制は銃を使った。 犯罪防止が目的の一つであるが実際には陸続きになっているアメリカから密輸入された銃器が犯罪に使われることが多い。銃を使った殺人事件は2005年の統計で人口10万人にあたり0.6人となっている。ジャスティン・トルドー首相は2018年にトロントで発生した銃乱射事件の現場で喧嘩した際銃規制について問われると 広範囲な選択肢を検討しているとの発言にとどめた。2020年5月1日、ジャスティン・トルドー首相は、ノバスコシア州で発生した、無差別大量殺人事件を受けて、アサルトタイプの重火器、約1500モデルの販売を禁止すると発表した。規制対象の重機を所持しているものは2年以内の破棄が求められる。これに対し、 各所有権のためのカナダ人連合がオタワで5000人規模の抗議デモを行った。ブラジルでは銃と弾薬の販売禁止に関する国民投票が2005年10月23日に実施され、反対多数により規制強化は行われないこととなった。オーストラリアではポートアーサー事件を契機に厳格化され、それまで何度か起きていた。 従乱者無差別殺害事件がすっかり影を潜めた。シドニー大学の調査では、所持率は人口100人あたり13兆とされる。ニュージーランドでは、イギリス統治時代にスポーツハンティング用の動物が持ち込まれて、以降狩猟が盛んになり、16歳以上で講習やテストに合格すれば、所持免許が降りるため、イギリスやオーストラリアよりも、所持率は高い。 また海外からのツアー客もライフルを使用した狩猟や射撃体験が可能であり、母国の客を相手にするガイドもいる。セミオートの銃器も許可が下りるが、登録制度がないため政府は、正確な保有率を把握しておらず、シドニー大学の調査では、人口100人あたり33兆とされる。2019年3月15日に発生した。 クライスト・チャーチモスク銃乱射事件を受けて、ジャシン・ダ・アーダーン首相は、規制を強化すると発表した。ドイツの店舗に貼られた、武器持ち込み禁止のサイン。バットや、サイルイスプレーなども含まれている。ハンブルクの路上に掲示された、武器持ち込み禁止区域のサイン。監視カメラで撮影していると警告している。かつては、郵便物や現金、小切手を狙う。 強盗対策として郵便配達人に拳銃所持が許可されていたが現代では多くの国で許可されていない。オリエント急行は人里離れた場所を長時間走ることから過去には列車強盗対策として乗客が自衛用の銃器を所持することが求められていた。アルバニアを除けば許可制を取っており免許が必要となる。国によって差はあるものの 州によってはスーパーマーケットで銃が販売されているようなアメリカに比べれば相当、所持条件は厳しいが、競技用や狩猟用は日本よりは許可が取りやすい傾向にある。ただし、イギリスのように日本と同じくらい規制が厳しい国も存在する。また、免許を取るにはそれなりに時間がかかる。警察官以外にも警備員が許可を得て拳銃を携帯している場合もある。 一般的に射撃競技や狩猟が盛んなため、銃器を所持している世帯の割合は5から20%程度である。最も低いオランダで1%台である。日本では、所持できない拳銃や、所持が困難なフルオートのライフルも許可を取れば、入手できる。最近ドイツでは、ピストルグリップがストックから独立したタイプの銃の、所持が可能になった。スペインでは、 性格検査や心理テストなどユニークな検査をしている。基本的に重心が長ければ長いほど、所持の許可が出やすい傾向がある。これは、重心が長ければ、服の中やバッグの中などに隠すことが困難になり、犯罪に利用しにくくなるからである。多くの国では、銃以外にも、武器となるものは、店舗内への持ち込みが禁止されている。ドイツ、フランス等、 国民に対し、誤信用目的の銃を認めている国もある。警備員や宝石商など危険にさらされやすい、職業にも誤信用に許可されるケースが多い。ノルウェーでは一部の地域で野生動物からの自衛用として、所持を認めている。全米ライフル協会のような大規模なガンロビー団体がないため、凶悪犯罪が起きるたびに規制が強化される傾向にある。スイスは、 古くから国民海兵が浸透していることもあり、過去に一部の州では男性は銃を持っていないと結婚ができないとする、現代とは逆方向の規制を行う法律も存在した。1999年、連邦レベルで銃規制法を制定し、一部銃器の所持禁止や銃器所持の許可制度を導入。銃、弾薬についても常時追跡管理されるようになった。 2011年、軍用ライフルの自宅保管をやめることを求めた国民投票が行われたが否決されている。スイスの所持率はヨーロッパの中では高く2016年では24.45%の世帯が1兆以上の銃器を所持しており、自宅保管以外にも地域にある武器庫へ保管することも可能である。2019年5月19日、銃規制を EU の基準に合わせるかを決める国民投票が実施され63.7%の賛成で可決されたロングイエールビーンの銀行に掲示された銃持ち込み禁止の標識のルウェーでは18歳以上で猟銃や競技用銃の所持許可が下りるが健康状態に問題がある場合には許可が取り消されるこれとは別に射撃競技や狩猟の許可証が必要となる 拳銃は21歳以上に制限されている。狩猟が盛んであるため許可が降りている者は、地元知事の許可と免許を提示して、銃砲店からレンタルし、狩猟が可能であるが、4週間を超えて所持する場合は、別の許可が必要となる。ノルウェー連続テロ事件の調査委員会による報告書では、セミオートのライフルを規制すべきとの勧告が行われ、 2021年以降は、規制されることとなったが、漁師の多くが使用しているため、狩猟用は規制の、例外となった。ロングイエールビーンでは、居住区外に出る際、北極グマ対策として、取り扱いに不慣れでもライフルを携行するか、所持許可を受けた者が同行することが義務付けられている。なお北極グマのハンティングは禁止されているため、 原則として、信号拳銃や騒音で追い払うことが推奨されており、追い払えなかった、際の最終手段として射殺が許可される。許可が降りるのは、地元の人間の他に観光ツアーのガイドや、スバールバル大学の研究センターでフィールドワークを行う研究者や同行する、案内人も申請すれば許可が降りる。また観光ガイドは、外国からの移住者も降り、 所持の許可を受けた者もいる。地元の大学ではフィールドアーク実習があるためすべての学生がライフルの取り扱いを学ぶ。ロングイエールビーンでは中方店が自衛用のライフルを滞在者向けにレンタルしており、所持者は多いが店舗内は持ち込み禁止となっている。アフリカの紛争国や内戦地域においては政府軍から民兵などへ銃が横流しされており、 銃規制はないに等しい。またそれら銃器が隣国に流れ周辺諸国の治安悪化にもつながっている。南アフリカ共和国のような発展した国でも銃規制が緩いため都市部での銃犯罪が多発している。ワシントン条約では例外規定として国立公園におけるスポーツハンティングに制限がなく大型の野生動物を狩る。 トロフィーハンティングを目当てとした客が多く訪れている。これが観光資源となっていることから、ナミビアなどでは外国人も猟銃を使った狩猟が可能である。オリーブ山にある看板。警察の取り締まりが及ばない地域では、アイソルなどのイスラーム過激派組織が不正に入手した銃器で武装している。エルサレムなどの聖地は持ち込み禁止区域となっている。ありがとうございます。